日本は古来より様々な災害の被害を受けてきました。近年では東日本大震災や平成28年熊本地震により多くの生命や財産が失われました。こうした災害からの一刻も早い復旧に貢献するのが建設技術です。熊谷組は東日本大震災で被災した仙台空港旅客ターミナルビルや三陸鉄道南リアス線、北上川下流長津良河口地区の復旧に尽力。平成28年熊本地震では大規模地滑りが発生した阿蘇大橋地区を復旧。二次災害が予想される危険なエリアで独自の無人化施工技術により地滑り箇所を安定させ、被災した国道や JR の復旧工事ができる安全性を確保しました。建設技術は復旧だけではなく災害からの被害を最小限に抑えることにも役立ちます。過去に起きた水害や土石流、津波などへの対策として、今後発生する可能性がある災害を未然に防ぐためのさまざまな構造物が作られています。土木技術は災害大国日本の人々を守り、安全安心を確保する大切な技術なのです。高知県高岡郡日高村、ここで進めているこの工事もそうした災害を未然に防ぐための施設の一つです。この地域を流れる日高川では、豪雨や台風により多くの家屋が床上床下浸水するなど甚大な浸水被害が発生しました。こうした水害から流域住民の生命と財産を守り、安全安心な環境をもたらすため、国土交通省四国地方整備局により計画されたのが日高川新規放水路。日高川で洪水が発生した際に下流の仁淀川へ水をバイパスさせて放水し、水害を防ぐ施設です。熊谷組はこの工事のはけ口側を担当。2280メートルの放水路トンネルと接続マスを含めたはけ口工を施工しています。地域の皆さんのまず安全を確保するということが第一なんで、やっぱり水害を少しでも減らしたいと、日高村さんの方の床上浸水をなくすと、そこを目標に施工しました。地域住民を守る重要な施設の施工に熊谷組では最新の技術を導入しています。トンネル掘削では、キリハなどの削工時、ドリルジャンボに搭載したセンサーによりさまざまなデータを取得して、地山の硬さを可視化。キリハ写真の画像解析から得られた岩盤の亀裂データと合わせて地山判定に活用し、健全性の評価や補助工法の選定を行いました。加えて掘削現場で日々得られるさまざまなデータを蓄積・学習することで、 AI がトンネル切り刃の地山判定を行う現場実証も実施しています。さらに熊谷組では放水路トンネルの施工に国内初となる技術を導入しています。トンネルの底面となるインバートの施工に道路工事で使用されるスリップフォーム工法を応用。側溝や縁石など断面が同じ構造物を連続的に構築できる
締め固め装置と成形装置を備えた自走式の機械を改造してこの現場で使用しています。この新技術は道づくりのプロフェッショナル熊谷組グループのガイアートと共同で開発しました。インバートは左右両袖と中央の3ブロックに分割して施工します。片側の袖を3日ほどでおよそ500メートル構築、装置を反対側に取り付け直した後もう片方の袖部を施工していきます。インバートに使用するのはスランプ3センチメートルの型練りコンクリート。これをミキサー車からベルトコンベアで成形装置に投入し振動を加えて締め固めます。型枠を使わず機械が低速で移動しながら1日100から150立方メートルのコンクリートを連続して打設するのでインバートの構築作業を大幅に効率化します。その後出来上がった両袖の上にタイヤを乗せ自走しながら中央部を打設していきます。こうして従来工法よりも半年以上工期を短縮し放水路の早期完成を実現します。まあ、土木の工事というのは国土の基盤になる工事だと思っておりますので地域の住民の方が安心して生活できるような基盤を作って少しでも災害を減らしていきたいというふうに考えております。災害を未然に防ぐ施設だからこそ確実にスピーディーに工事を完成させる。熊谷組は技術で人々の安全安心を支えています。国連の提唱する持続可能な開発目標 SDGs、 サステナブル社会の実現に向け熊谷組は建設技術で貢献していきます。デジタル技術やロボット、AI など最先端の科学技術を施工や現場管理に活用する未来を見据えた建設技術、120年以上にわたり培ってきた技術をもとに熊谷組は今後も新たな挑戦を続けていきます。国土を守り人々の安全安心な暮らしを支える、サステナブルな未来は建設技術が開いていきます。